ですね、堀田山、厄除け団子ですね、これ名物らしいんですけど、堀田山というのは、遠州三山に数えられる、真言宗のお寺ですね。全盛期は60ぐらい、そういう松寺があったと言われています。ちょっとね、厄除け、年を取ってくると、ね、厄がいっぱいたまりますから、厄除けで、美味しいですね。美味しいです。やっぱり日本人はこういう団子とか和菓子が一番いいですね。